3月19日火曜日です。時刻は11時32分、もうすぐ33分になろうかというところですが、ここからですね、福田さんお邪魔いたしますね。よろしくお願いします。今日はねその分あの後ろに 2,3 分ずらします。あそんな、大丈夫です。もういやいやもうちゃんと15分間やらないと。我々ね浅田さんそんなシビアにやってませんからね。やってません。大丈夫です。中津市のお名前だけね、はい、この時間に混ぜていただければいいなというふうにね、はい、やらせていただきます。よろしくお願いします。この時間はですね、頑張れ南葛 SC でお邪魔したいと思います。よろしくお願いします。司会の吉本興業井上真と申します。そしてお隣はこの方です。中瀬氏浅田です。よろしくお願いいたしま す。そして反対のお隣には、はい、いやーちょっと嬉しいですね。いいですか、この字がいて警察参加していただきたいですよ。ぜひ。あでもこう見えてもね、71年か2年の、サントス FC vs オールジャパンを見てます。すごい。だから動くペレとか動くペレのスルーとか見てます。重鎮じゃないですかもうこれ。いやすごいですよ。やたら国立で見ててペレだけでかかったです。生のペレ見たことある人、いや初めて見ましたね。そうですか、はい、あペレるななんてペレないでください。でも井上と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします、ね。葛飾区から J リーグを目指している南葛 SC というチームご存知でしょうか。はい、ご存知です、ね。ちょっとここからの15分間はそんなお話で、はい、K さんもぜひお見知りおきで お仲間になっていただきたいなと思っておりますので、ね、もうすでに仲間だと思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。それではオープニングなんでね、これから僕があの頑張れ南葛 SC って言いますので、 K さんもキックオフで合わせていただいていいですか。キックオフですね。はい、すごい。それではあこれいいですね。光栄ですね。福田さんありがとうございます。どうでもない。それでは今週も行ってみましょう。頑張れ南葛 SC キックオフ。いい声。さあ改めまして頑張れ南葛 SC 井上真でございます。南葛 SC 浅田です。福田さんお邪魔しております。いらっしゃいませ福田です。いい声でいい声の方が多いですね。ケイクランドさんをよろしくお願いいたします。いやもうあんまり気にしなくていいですから、もうどうぞ進めてください。こっちはこっちであのチョコレート食べてないからやってます。すごい計算の前にチョコレート置いてあるから、そうなんか嫌がらせのようにね。これいいのかもトールちゃんチョイスのケータリングなんですけど。あそうなんですね。、はい、よろしくお願いします、はい。ちょっとあの開幕戦が非常に近くなっているということで、そのお知らせをしていきたいなと思ってるんですけど、 はい、その前にですね、はい、まあ、天皇杯出場を目指してやってきまして、東京カップ二次戦決勝まで進んでいたこの間のゲームですけれども、はい、残念ながら浅田さん、そうですね、ね、結果の方は PK で負けましたね。東京ユナイテッドに去年に続きまして、はい、決勝でしかも今年は PK で敗れるという悔しい結果になってしまいました。悔しいですね、非常に。ただ2日経って浅田さんに今日会って残念でしたねって言ったところね、もう爽やかな笑顔で、まああれはもう負けですよって言ってましたけれども、はい、非常に当日は僕も連絡できなかったです、あの負け方はね。そうですか。悔しかっただろうと思うし、はい、いろいろね、まあいろんな判定なりいろんなことも僕的にはありましたよ、あれは動画で見て、はい、まあ、それはもうあの私の意見ですよそれはね、はい、ということで開幕戦に向けてポジティブに捉えていきたいな。そうですね、ポジティブに捉えましょう思っておりますけれどもね、はい、メールいただいてますんでね、ちょっと、紹介していきましょう。土井さんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。東京カップ惜しくも敗れてしまいました。二次戦で格上である関東リーグ勢、3試合失点0は素晴らしかったと思います。今週末からのリーグ戦楽しみになってまいりましたということでございまして、そして第7節までのゲームスケジュールがホームページに発表されていますね。早いですね、さすが。会場に足を運びみんなで応援しましょうということです。土井さんありがとうございました。ありがとうございます。いや K さん、はい、ぜひ葛飾のホームゲームを一度見に来ていただきたいな。いや見たいですよ。あ、あポップコーン売ってる姉ちゃんとかいないんですか。まだね、まだいないんですよ。あそうですか、ご準備します姉、ねね、ちゃんってケータリングします。ケータリングであのサーバーを背負ってるそうですね、準備します、はい、俺の横に座っててくれてる。サーバー個人的な感じになっちゃいますんで、専用サーバーとして。確かにね、そういう、ただ入場はアマチュアの段階なのでまだ、入場がもちろん無料なので、そして葛飾は結構あのねいいあのちゃんとした観覧席もありまして、見やすい感じになってます、はい、そして我々の南葛 SC ですね、なんとブラジル人選手が3人おりまして、おー、いやそうなんですよ。
なんでも非常にこうプロっぽい装いにはなってますもんね。そうですね、ちょっとずつ、まあ、J リーグ目指してプロクラブを目指しますんで、ちょっとずつ。スタジアム MC の方はどなたがやってるんですか？そういうの私がやってるんです。あのトルちゃんも僕もいますから、あの選手入場ぐらいはね、はい、そうですよね、使っていただければね、ぜひぜひぜひ。もう、だってお高いんでしょ2人。いやもう全然そんなね、専用チャンネルで OK ですよ。僕は安いです僕も安いです。僕も安いです。 K さんはゼロが2つ違うかもしれない。違うだろうそれ。いやらしい話を。いやらしい話を。1回2回サービスでね。2回ぐらいまではでもすごいね、それは豪華なね、あのスタジアム DJ 陣がね、それはすごい嬉しい。そんなことになったらもう一気にね、なんかこうメジャー感が出てくるというか、でもここ一番とかそのオープニングゲームの時なんかはやりたいですね。いやだってこのねK グランドさん現るって言ったらもう4ね。いや私じゃないでしょ、南葛 FC でしょやっぱり、はい、南葛 SC なんですよ、ね、SC ですね、はい、やっぱり J リーグを目指していくっていうのは、まあ、地域ともちろん一体になってから近くのご支援のもと、いろんなスポンサーさんのご支援でやってるんですけど、やっぱりそのあれですもんね、地域のラジオ DJ さんとか、多くこう関わっていただいたりとか、地域のタレントさんとか、っていうのがね大事ですもんね。大事ですね、はい、そこへ来て K グランドさんはもうなんていうんですか、日本の世界の何言っちゃってるんですか。あ、そういえばなんか22日の金曜日に、はい、TBS の因縁っていう番組で、はあ、高山 VS ドンフライの試合をやるらしいんですけど、はいはい、その時に私リングアナやってるのが再使用されるらしいんですよ。ああ、マジですか。それって変な話、ギャラとかって入るんですか。まあ、全然関係ないですけどね。ボランティア精神で赤い羽の共同募金入るらしいですね。入るみたいですね。赤い羽の赤い羽系です。一回ケイゴナさん、本当失礼なんですけど、僕、芸人ということもあるんで、ちょっとよろしくいただきたいんですけど、南葛 FC 選手入場ですって言っていただいていいですか。Ladies and gentlemen, it's time for entering the fighters ですね。かっこいい。今の録音録音いただきました。いただきましょう。今はい、バッチリ撮ってます。ありがとうございます。まあファイターズはプレイヤーですね。で使用される際は福田徹通してください。マネージャーついてました。マネージャーついてました。福田5%抜き。いやぜひいろんな面で5% 抜きじゃないですか。目の前で見てるだけなのにマージンが入る。今ねいろんなトークライブをねやったりとかして、はい、いろんなお仲間を増やしている最中でございまして、はい、で南葛 SC ってやっぱキャプテン翼のチームだったりしますから、はい、やっぱり、まあ、浦和レッズが好きとか FC 東京と関わってるとかの関係なしにですね、こうセカンドチームとかみんなで応援する、はい、なんていうんですかね、下から来る日本代表みたいな感じにしていきたいなと。世界中のサッカープレイヤーはみんなね、キャプテン翼に影響を受けてますの です、ね、はいはい、やっぱ南葛 SC じゃないですか。そうですよね、世界の南葛 SC、どのカテゴリー、今東京都一部 J7 ですけれども、世界のって言っちゃっていいと思うんですよ。言っちゃっていいと思うんですよ、ね、だってアディダスでさ、うん、はい、翼モデルのスーパースターがあるじゃない、うん、あれはありえないですよ、はいはいはい、すごいことですよね、すごいことですよ。ってことはもう南葛 SC モデルの、アディダスの靴があるってことでしょ。そうですよね、世界中のプレイヤーそこ目指してますからね、やっぱり。だからもうそう、胸張っていいってことですよね。もちろんですよね、はいはい、ちょっとぜひ一度スタジアムにね、ぜひ一回遊びに来ていただきたい、はい、ぜひ開幕戦の方はですね、水元総合スポーツセンターで3月24日ということで、はい、浅田さん対戦相手は明治学院スカーレット。明治学院スカーレット大学生ですね。大学生も一緒に、はい、いいね、上がってくるわけですよね。そうなんです、はい、生きのいい、だから毎日練習してる子たちでしょ。そうですね、もう生きのいい大学生と開幕戦です。我々昨年まあ上がれなかったんですけども、はい、優勝してますんで、下から上がってきたところと最初にガッチンコするんですね。そこが毎年激しくなるんですよね。まあ白金でいつもファッショナブルに遊んでる子たちだから、まあ楽勝でしょうね。明確のイメージでくくんないでください。もうそんな学生しか見たことないです。確かに、ちょっとこれ聞いていきましょう。Kさんに選票をね、はい、第2節、これ3月31日ですけれども、はい、これ葛飾区総合スポーツセンターですね、はい、これ我々のドホームでございます、はい、スタジアム DJ 入りますけれども、相手の方がザイオンフットボールクラブ、ザイオンフットボールクラブ、はい、これはここ
西東京の方のチームで。西東京、はい、はい、もうちょっとヒントいただいていいですか。K さんがイメージつかみたいんで。そうですね、今結構勢いがあるチームで、あの元プロの選手ですとかかなり取ってきて、はい、あの一生懸命やってるチームですね。なるほど、なるほど。あの東久留米の方とか、あちらの方の地域のチームですね。これどう組みしたらいいですかね。まあ、ジャイオンっていう名前から、まあ、察するには大野さんはレゲエのファンですよね。間違いなく。そうなんです、ボンマリーの息子の名前ですから。すごい、何でもやっぱり参考になりますね、これはね。ユニフォーム黄色ですよ、確かに。ですよね、はい、そうなんです、そうね、Absolutely、そう ラストのラスターのリズムに気をつけなきゃいけないと思います、ね、あ、なるほどね。これいろいろ聞いても、例えば第5節に相手が5月12日これも水元なんですけど、三菱 UFJ 銀行と当たるんですよ、はい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 、これもね結構強豪なんですけど。強豪ですね。これ三菱洋和で、あの、はい、培ってきた子供たちが多いでしょうね、多分ね。ずるい、ずるいチーム。詳しいですね。名門でございますけれどもね。あ、そっか、あとは7節、これがね、TFSC、これは、はい、東芝府中サッカー部ですね。府中サッカー部というんですよ。これもですね、子供クラブ持ってましたか、昔、ユースチームがある前に、あの日立サッカースクールみたいなやつみたいなのと同じくらいに、すでにもう東芝チーム持ってましたんで。いや、高校ですからね、そういうチームが東京都にいっぱいあるということで。あるんですね。ケイ・グラントさんがお詳しいんですね。詳しいですね。その頃の、はい、小学生って僕らですから、もうみんな還暦すぎてますからね。もうちょっとソフィスケートされたチームになってますよね。そうですね、今あの東京ドリームもやっぱいろんな戦術とかいろいろね、みんなお勉強して、それぞれの個性が詰まった面白いチームになってるんですもんね。そうですね、あと元 J リーグにいた選手ですとか、外国人の助っ人なんかもいたりするんですよね。そうですね、他のクラブにもいるチームはありますね、はい、多分影響をすごい受けて、だからサッカー人口の分母がすごい広いじゃないですか、昔、ですね、昔僕水泳やってる頃言われたんですよ、アメリカのヘッドコーチに、はい、いつか水泳はサッカーに負けるぞつって、水泳をするにはプールや、はい、いろんな道具が必要だ、まあね、確かに、サッカーはボール一つあればいい、うんうん、絶対俺らは負ける、もう負けてます。水泳やってたんですか。そうですね。サッカーやってたんだと思ったんですけど。水泳でアメリカ行ってました。早そうですもん。幼少期は、いやいや、幼少期はあの、うちのグラントハイツっていうあの米軍基地の跡地が日本蹴球協会でスペースがあったんですよ。そこにゴールがあって、そこで草サッカーをしてました。かっこいいですね。でも日本もね、本当人工芝のグラウンドもいっぱい増えてきて、はい、環境もねだいぶ良くなって、良くなりましたね。子供たちももう土でやったことない子もいっぱいいるでしょ。あ、いますね、はい、ね、もう僕らなんてね、芝でやれるだけでテンション上がりますけどね。本当そうですね、うん、決勝だけ芝とかで調子出なかったりしましたもんね。ありましたね、むしろね、土でやってたから弾まないなボールがみたいな。ごめんなさい、決勝とか行ったことないです。あ、そっか。嘘ついちゃった。全然 OK だと思うんですけど。ごめんなさい。なるほどね。ね、というわけで今節も何試合戦っていくんでしたっけ。全15試合ですね。全15試合で、はい、ほぼほぼこれ全勝しないと入れ替え戦にはいけないんですよね。楽勝でしょう。去年は優勝したんですもんね、でもね、間違いないですね、今年も、はい、その後のトーナメントの一発勝負がまた大変な戦いに今年もなっていくんで、はい、戦力内ググッとこう集まったんです今年は、はい、なのでぜひご期待いただきたい、葛飾区内の皆さんもね、はい、足をぜひ運んでいただきたいということでございますね、はい、いやー、Kさん、本当に関わっていただきたいし、お仲間もどんどん福田さんもね、はい、一緒になんかジョインしていただきたいなと、はいはい、いやでもね、うん、今のあの Kさんの次から次にネタが出てきたでしょ、どこまで本当なのかな。全部本当だよ。そんな俺はペラペラの男みたいなの言うじゃないよ。いやいや、本当でもね、サッカーのこの歴史のこととかもさすがと思いまして、そのザイオンのとこのレゲエから手繰り寄せるその力、すごいですね。すごいですね、インデックスの深さにびっくりしましたね。年だけ取ってるだけです。いや素晴らしいです。でもペレは見てるよ。生ペレで、その時初めてスルー見たんだ。ペレがボールまたいだの、ね、そういうことってあんのと思った。確かにあんなプレーヤーなかったわけでしょ、当時ね。で後ろの人が、あのセンタリング真後ろから上げて、はい、ペレにパス来てんのに、ペレが取らないで、またいで、はい、後ろの人間がペレの前にセンタリング上げて、それでシュートしちゃって。今じゃね結構見るプレーですけど、当時はびっくりしたんで、もうね、まあ、スルーパスなんていう言葉も僕ら子供の頃は聞いたことないですね。そうですね、確かに。
だからいろんなこう言葉もねプレーも種類もいろいろ見る側の見方も育ってますもんね今ね。ですね。こうやって地方からどんどんね、地域から盛り上げていく一つになっていきたいなというふうに思っておりますので、今後もね、毎週ここで中津市の情報をね出していきたいと思いますので、今日は新しい仲間が増えましたということで。そういうこと？Come and join us。Come and join us ですよ。しかも我々アマチュアリズムでやってますから、その感じの join us ですよ。私たちプロですからね。ああそうですね。そうですよね。ということで、開幕戦が3月24日に迫っております。もう本当いよいよですね。そうですね。いよいよですね。はい。チームいかがですか、浅田さん。状況は？状況はいいですね、うん、はい、この3試合いい戦いできましたので、ね、本当にチームの中も活気づいて温まってますもんね。温まってますね。レギュラー争いもすごいことになってますから、はい、すごいですね、うん、もうまずスカーレットに勝ってねバシッと倒していきたいと思います。はい、はい、というわけで頑張れ南葛西、ありがとうございました。ケイクランプさんにご出演いただきました。いやありがとうございます。ありがとうございました。すみません、はい、南葛西応援していきましょう。頑張ってください。来週も聞いてくださいね。お邪魔しましょう。福田さん来週も頑張れ南葛西FC。変な感じになっちゃう。ごめんなさい。大丈夫です。マッチです。ありがとうございます。ありがとうございました。